サッカーセボルガ代表は、イタリア北西部のセボルガにある自称独立国、セボルガ広告のサッカーのナショナルチーム。FIFA 及び UEFA に加盟していないため、ワールドカップ UEFA 欧州選手権に参加できない。2014年6月6日に、セボルガ広告サッカー協会が、セボルガオリンピック委員会の援助を受けて設立され、同時に代表チームも結成された。 そして NF ボードにも暫定会員として2014年6月中に加盟した。2014年8月10日にオスペダレッティでシーランドと初の国際マッチを行った。代表チームは大半を地元の AZD オスペダレッティから選抜して試合に挑んだが2から3で敗れた。2015年5月9日にクラブチームのベルガモロングエロと試合を行い2から0で勝利している。 セボルガ広告の人口が300人余りと非常に少数のため、クラブチームや同じミクロネーション中心の試合となっている。ユニフォームのスポンサーは地元イタリアのメーカーフテックスである。ありがとうございます。